空海三筆は、日本の書道史上の納書のうちで最も優れた三人の、平称であり、平安時代初期の空海、佐賀天皇、立花の早なりの三人を講師とする。その他、三筆と尊称される納書は、以下の通りであるが、単に三筆では前述の三人を指す。この中で最も有名なのは、平安時代初期の三筆と歓迎の三筆である。なお、三筆ではないが、 平安時代中期の3後もこれに被見する。風神町、糸内神脳岩門、泣き、清志承認し、説問開示に、3は、天地人の道なり。とあり、3は、天地人の数として、整数とされる。また、五感書に、3は、数の子を割りなり。とあり、四季には、数は、1に始まり、10に終わり、3になる。とある。 つまり、三は、整数とされ、三によって、すべてを代表させるという意味がある。よって、三符で、三あと、三金、三代、三歳、三体など、三の名数は、極めて多く、その数は千数百に及ぶ。名数を集めた著作は、中国、南宋時代の大王林の、小学本玉が、最初で、ついで、秋代の長久章の、群書十つばがある。 この、軍書十津が日本に到来し、この影響を受けて、貝原駅県が、遠方6年に和官名数を刊行した。これが、日本で最古の名数の著作である。また、遠方8年の節要集、豪類節要集の数量門に、数値に関連した語が記載されている。和官名数の中に三筆の名によって、平安時代初期の農書として、空海、立花の早なり、 佐賀天皇の三人を挙げている。また、後類節要集にも、本庁三筆として、相模三角、立花の早成、尺、空海とある。和漢名数より古い文献に三筆という故称は、見えないが、十二世紀の説和集《高談章を巻きにに、工房大師、佐賀邸立花の早成の三人が大代,代理の文学の筆者として商用されている。佐賀が、 東の三門と西の三門、空海は南の三門と大天門、立花の早成は北の三門を受け持った。この文学の筆者にはおのび罪も伝えられており、これが事実であれば四人の中から特に三人を挙げていることになるため、三筆という考え方の源流を成すものと言える。平安時代中期の農書のうちで最も優れたのは、小野東風、藤原助け 藤原高税の三人で三件と言われた。また、道風の書籍を、野関、助政の書籍を、助後、高税の書籍を、剣後という。それらの故障の記録は、尊厳法針牢の書論、樹木賞が最初で、野関、助後、剣後この三件を、松代の今に至るまでこの道の基範として好む、こと云々とある。その三件を、 現在の古称である三跡と記したのは、合類節用集が最も古く、本朝三石、東風、助政、マ勢とある。なお、合談章には、金明親王、助政、マ勢を、東大の農書として併称しており、また、平安時代の歴史物語、映画物語では、金明親王と、道風の二人を挙げている。平安時代末期の書論、 夜格定金賞に三賞として空海、天神、小野東風の三人を挙げている。しかし、かつらみ本の懐中賞と名付ける夜格定金賞には三成となっている。三成とは空海の生まれ変わりが天神であり、天神の生まれ変わりが道風であるという高新説のことであるが、この高新説が薄らいが金星になって三成が三。 生に書き改められたと考えられる。道真は書道の神様と言われ、その前書は人のよく知るところで樹木症にも、その後性病抜群なりとある。しかし、空海や道風のような農書ではなかったとも言われる。道真の遺木として確実なものはなく、はっきりしない。安土桃山時代に農書を持って聞こえた、本阿弥光越、この絵の豚だ。 小稼働症状の三人は三筆と言われていた。が、平安時代の三筆と区別して、はじめ京都の三筆と言われ、また平安の三筆や落下の三筆などと称した。あるいは、後の三筆、近世の三筆、慶長の三筆とも言われている。しかし、江戸時代前期の寛永年間を中心とした約80年間の文化を寛永文化ということから、 寛永の三筆の故障が普通である。なお、空海、立花の早なり、佐賀天皇の三人を平安時代の意から平安の三筆と呼ぶのは誤りで、平安の三筆とは前述のように寛永の三筆の故障を指す。佐賀天皇、蔡小玉座梅延暦十三年、寛武天皇は党を移して平安系を作り、最長、空海、立花の早なりらを日頭させて、 新しい仏教をもたらすなど刷新を図った。そして、その成果は、佐賀天皇の時に開花した。平安時代初期は、検討使により、中国文化が直接日本に将来し、当時中国で流行していた唐神時代の王、銀士たちの書法や、唐人の書籍などが伝えられた。これらは、宮廷社会で愛好され、学習されたことから、進む等の書風が流行し、 佐賀天皇も、東風を好み、最長、空海、立花の早成らと共に、神道の書に藩を取った。後認九年、佐賀天皇は大代々理の文楽を書き直すことを考え、自らは、東の三文を書き、南の三文を空海、北の三文を立花の早成に書かせた。そして、この文楽を書いた三人を、平安時代初期第一の能書として、崇めるようになり、 江戸時代中期頃から三筆と尊称されるようになった。三筆は進む党の書の模倣だけに止まらず、東風を日本化しようとする気迫ある書を残した。特に空海は三筆の領袖というべき人物であり、後世に及ぼした影響は大きく、日本書同士上最大の存在と言っても過言ではない。その空海の書を外した書流は大子流と呼ばれる。 白楽天使官、世ソ寺家初代大当主、藤原光勢第八代当主、世ソ事業の第十二代当主、世ソ事業員の三人は、皇政、世ソン流の三筆と呼ばれた。子祖、光勢平安時代中期、等の衰退に伴い検討士が廃止され、国風文化の確立によって、金が誕生した。そして、漢字は金に調和させるため、 中国書法とは趣をことにした日本的な書法に変化、つまり和洋化された。その和洋書道の改祖は、尾の東風、完成者は藤原光勢と言われる。光勢は、道風の書を受け継ぎ、洗練を重ねて独自の書の世界を展開し、一条朝から白川、飛ば朝までの130から140年間は、光勢の書風が一世を風靡した。 その書風は、後世、世尊自流と呼ばれ、和洋書道において、最も根幹的な役目を果たした流派となり、後の保祥自流、自妙院流、五花流を生んでいる。厚生の代表作、白楽天使官は、道風の重厚どん重さと、助ケの極端な抑揚法を取り去り、中国風を完全に消し去っている。それは、平行が取れた和洋の書の基準的な書きぶりに至っており、 女手の寸昇暗色紙とともに日本書道史上の頂点に位置する。中高の祖、行能書道は平安時代中期まで前世を極めたが、平安時代末期から鎌倉時代にかけて貴族階級の没落に伴って甚だしく衰微し、和洋書は分派して様々な書流を形成した。特にこの時期から武士が台頭し始め、天下の気風は一時に変わり、打弱。 優美なものから、出日、豪賢なものになった。その有毛な気質は、文化面にも及び、上代様の丹成優美な書風に、力強さを加えた、関白、藤原忠道の書は、発祥寺流と呼ばれ、脚光を浴びるようになった。発祥寺流の尊重により、世尊寺流は沈臨していたが、世尊寺家、中高の祖といわれる第八代、行能が世尊寺流の名誉を回復した。 行能は当時、屈指の能書であり、藤原定家の赤月記に当時能書の人々の一人として歌われている。また、当時の人が、高税京八津代の後を授く、大義師七代の孫に似たり、我が朝の白へと言うべし、と評している。行能は、先祖、高税が自邸を改築して、世尊寺と称したことにちなんで、それを自家の加盟とした。このことから、 後世、書留名として呼ばれるようになった。また、行能は、書論、夜格諸冊章の著者としても知られ、第六代、これゆきの書論、夜格定金章を根底に置いて、独自の書論を残している。ゆきふさ、行員兄弟と孫炎方針の行能以後、世尊自流は定型化、形式化の傾向が顕著となり、しばらく年と共に衰えてゆくが、そのような中、世尊自流でも、 有数の農書である第十一代、雪房が出て、五代五天皇の寵愛を受けた。しかし、若くして戦死したため、弟の教員が第十二代として家を継いだ。この雪房教員兄弟は、後に、書論、樹木賞の著者として知られる尊厳方針論に、処法の指導を行い、やがて尊厳方針論は、五下流を創始するに至る。これについて、 呪木区伝承の奥書きに王朝元年、伏見天皇は尊厳法新郎に第10代教員から呪木道秘伝を伝授させようとしたが、経営院は老齢のため教員に代行させた。とある。世尊寺家の終焉協力5年第17代行基の時、500年以上続いた世尊寺家は講師なく断絶した。小な天皇は深くこれを惜しみ、 第16代、雪高から送電を受けた持命院元春に後を継がせたが、その後は、世尊寺流と言わず、寺命院流と言った。世尊寺流は、書道の正当的な一流として、極めて権威ある存在であったが、書道的に価値の高い作品を残したのは、第6代、これ雪までで、その後は、伝統の経営外を守ったに過ぎない感がある。 電子体はかかん段々室町時代は戦乱に次ぐ、戦乱に明け暮れた時代で、京都の工業が所領と権威を失い、下国せざるを得ない状態になった。その中で彼らの生活権を保持するものは、伝統的な芸能、過食の伝授ぐらいのもので、書道もまた重要な財源の一つとなった。よって、家々は競って、書流を立て、おびただしい流派が乱立した。 セソンジ流やアスカイ流、ュウ、ゴカリュあるいは三条流ほか多くの書流名が挙げられ、その数、五十を数えるほどであった。が、どれもが似たり、よったりの弱々しい書風でしかなく、書流が形式化した。こうした書に飽きたらぬものを感じたのが、官営の三筆と称される、本ガミ光悦、この絵の豚、昇華道昇場の三人であった。室町時代後期は、 信長、秀吉、家康が覇権を振るい、合法活発を誇った。書流では前述のように一景を保ってきた、世尊寺流が断絶し、寺明院流が生まれ、三条流が貴族社会に、五ヶ島原院流が皇室に、飛鳥流が広範囲に流行したが、相変わらず形式の書が主流であった。光悦、信忠、少女らは時世を享受しながらも、 平安貴族文化の交渉優雅な古典に強く憧れ、しかも、その模倣に甘んずることなく、それぞれ天与の才能と個性を発揮し斬新な世界を作り出した。信忠の大技なはその宣弁をつけ、続く光悦の大胆な新しい美、少女の上代様は柔軟で人好きのする書と、歓迎の三筆によって、安土桃山時代、江戸時代前期の書和は洋を中心として復興したので、 ある。光悦の章、光悦流信忠は、この竜、または、三病院流少城は、昇華道流または、滝本流と呼ばれ、江戸時代初期にかなり流行し、木版本手本が刊行されるなど一世を風靡した。しかし、これらの先月の没後、その業績を継承して、さらに発展させることのできる人材が続かなかった。寛永の三府では、 日本書道史上に咲いた狂い咲きの花のようなもので、それらが散った後はまた元に戻ってしまったのである。和洋が衰退した鎌倉時代に中国から禅僧が来朝し、日中両国の禅僧によって、再び中国の書風が注入された。この禅僧による書は、牧石と呼ばれ、僧画と共に沈朝されて、将軍や大名の間で召願されるようになった。さらに、 室町時代に茶道が生まれて、次第に流星に赴くにつれて、茶道と前途が結びつき、茶会にも牧石が用いられるようになった。江戸時代に入り、明の動乱を避けて、日本に渡来して、大爆衆を伝えた、人間隆起、木庵小統、即秘書一の三人は、大爆像の中で特に農所で、その筆跡も、牧石として尊重された。三人は、 大幕の三筆と呼ばれ、その中国書法がはじめは、北島行山に、次にその弟子、細い光沢に継承され、さらに呪者たちの間で一世を風靡し、唐用ブームが巻き起こった。一方、和洋は、五花流が江戸幕府の公用書体として採用され、庶民にも広まった。かくして、日本の書は、唐用と和洋に二分されたのである。 山水四賀総服江戸時代の終わりから書のみを制御として生活する専門家、いわゆる書家が登場したが、江戸時代末から明治時代初期に活躍し、多くの書家に唐用の影響を与えた市川米安、牧良子、抜きな数王の三人を幕末の三筆と呼ぶ。幕末の時に唐用を学んだ書家や文人、僧侶らの書が多く残っているのは、この影響である。 江戸の市川米安の門弟は、大名、僧侶、庶民に至るまで五千人いたと言われ、近代諸家の講師と位置づけられる。越後国に生まれた、牧良子も江戸に赴いて、賞を教授し、後に、指定は一万人を超え、米安以上の流行を見た。良子の手本は二百種にも及び、それが、近代諸島の修辞教科書の手本に引き継がれたことから、近代の修辞教師の祖と言える。 江戸時代中期までの唐用は、創以降の書を学んだ書風で、根が浅く、趣味以上を出ない、軽薄な書に終わっていた。しかし、中期から、書法の研究が進み、進む等の書風を提唱する者が現れ、その古典を遵守する復古思想により、拡張の高い質実な書を作り出した。その代表が、抜きな数王で、大義氏の系府の書を体系的に学習しており、 その気品も含めて、日本書同士に類例を見ない書を残している。ここに、草壁明確が、我が国の三符で、三後以後、第一の、礼腕と称揚した理由がある。数王の書には、進む当初の忠実な学書と三符で、三後への深い教養が満ちており、米安や良子の書の水準を遥かに抜けている。明治時代初期は、江戸時代の延長でしかなく、 唐用と和用が行われたが、実験者の多くが、感覚の素養があったことからだんだんと唐用の書風に傾いていった。明治13年、新国の洋子系が、勘切陸長の主張を携えて来日し、元、民の処方が前世であった、日本の書道界に大きな衝撃を与えた。そして、この影響を受けた、岩屋十六、松田幸か、草壁明覚と、 直接申告にわたって書を学んだ中林五区を中心に陸長書道が盛んになった。平安時代初期と同様に大陸の影響を大きく受けたのである。この陸長書道を経引した草壁明確、中林五畜、いわや十六の三人を書道界では明治の三筆と呼ぶ。特に明確は多くの門人を要していたため、 これらの書風はしわたたく間に全国へと広まった。これに伴い漢字は和洋が衰退し、から洋は陸調書によって確信され、明確と西川春道を中心に今日の漢字書道会の基礎が作られたのである。ありがとうございます。